3日間カレーダメだったら3日間焼肉だったら喜ぶんじゃないかドッキリ。カレー？3日間のカレー。日本語で喋って。3日間。頭が悪い子ちゃんですね。あ、すいません、失礼しました。今日もカレーって焼肉3日間カレーがねダメって言うと3日間焼肉はいけんのかって私ふと思って。いや、喜ぶのか。そうです。はたまた。なるのか。嫌がるのか。やっていきましょう。なんでお前飲むなよせえやろカリーポンポンどこでもいいもんこっちがプラス300円かかってくるんですけど、こっちの塩タンネギ塩タンネギ。なるほどね、なるほどね。牛食べたそう。あの人はジュニアで。いや無理やろ。精神的にはキッズらへんかなって言われて、2日目の焼肉。結構やばい。焼肉来ながら今日焼肉の編集してるからね。いただきます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 。開けしていいけど知らん。24時間ぶり。うまっ後藤ご商売カルピスだよね。すいません、塩タンに戻ります。先生系のアニメ見てる。そんな玉ねぎにみんなが反応するのうまいがってん。あれ？同じものを見ている。全然食べてないよ。あれくじゃん、最悪だ。あれだよ、このやつけ。マクロ系。めっちゃ生。これ、ニンニクだったりする。俺はレモンソーダです。コウさん、スーさんは蜂蜜。あかんで。いいやん、食べ放題に。そういうことやね。飲まへんかったらな。飲める。お前だっておみたいなのがええやん。おいくくよー。あるやん。それこのタレで食べんねん。塩田から始めます。ドア開けてきます。あーちゃん、メロンソーダなんで。何食べる？けどコウさんワンチャン焼肉食べるって言ってた。焼肉って言葉聞いただけで切れんのやめて。見たら生えてまうかも。どうやく流れ的に嫌な感じがするけど。せーの、ラーメン。ラーメン。お願いします。任せて。はい。焼肉行くで。焼肉だー。焼肉だー。肉食わんでよ。焼肉だー。や。2日食べたの。いや。3日目のカレーは飽きるって言うなら、1日目の焼肉飽きるのー。おお。ちゃんとどうですか3日目？どうですか3日目も美味しい。ありがとうございます。カツオみたいなもの。こんなまとわでファイヤーすな。はいはい。美味しいでございます。完成。ありがとうございます。おいもうバカもう何してんのよ。いやおいしそうなりました。マジで肉がおいしそうなり。そのこちら。ハラミ2人前。前は。かぶってるやん。人の太ももただちょっと3日間カレーやっていう子供のために3日間焼肉なら喜んでくれるんです。どうですか？頭おかしい。小学校の時やって嬉しいね。ほんまのことほんまここからったらどうなのか教えとって。辛いです。俺見たら74やから。お前が74でちゃうんよ。そういう競技ちゃうねん。見てよ手ぶれあかんって。髪の毛ドラゴンボールやないか。72？ 72。お前も2キロ増えてる。はい、もう焼肉いけません。だそうです。皆さんチャンネル登録、高評価とかってよろしく。晩ご飯がね終わったら体重でありがとうございます。ありがとうございます。ガムつありがとう。めっちゃ美味しいよ。次何がある？何がある？何もない。なんかあるっしょ。